江戸川区は東京都の区部東部に位置する特別区。江戸川区花火大会江戸川区は東京23区の東端に位置し、面積は東京23区で4番目の広さを持つ。西を荒川と中川で区切られ、東は江戸川で千葉県浦安市と市川市に接し、南には東京湾を望む。都心部へのアクセスの良さや公園の多さ、 子育て世代への支援の充実などから若い世帯の多いベッドタウンとして発展し、2019年には人口が70万人を超えた。合計特殊出生率は中央区に次いで23区で2番目に高い。公園総面積は23区で最大であるが、加えて水辺の特色ある公園が多く、古川浸水公園は日本初の浸水公園である。また、 火災海浜公園は都内唯一のラムサール条約登録地である。江戸川区は小松菜発祥の地としても知られる。小松川で徳川吉宗の高刈りの際に献上され、地名から小松菜と命名されたと伝わる。現在でも都内の小松菜生産の約40%を担い、農業産出額は23区最大である。鹿骨などでは、 柿栽培が盛んであり、特に毎年7月に台東区入アで開催される朝顔市に出荷される朝顔の約6割は江戸川区産である。市野江や春江町では金魚養殖が盛んで愛知県の八戸市、奈良県の大和郡山市と共に江戸川は金魚の三大産地として知られているが、開発が進んだ影響で今日では養殖地の多くは区外に移転している。 毎年8月に行われる江戸川区花火大会は約1万4000発が篠崎公園先の河川敷で打ち上げられ市川市側も含めると全国最大の140万人近くの観客を集めている企業や学校が集中する都心各区への通勤通学者やその家族が住むベッドタウンとなっている地域が多い人口は増加傾向にあり 昭和55年に50万人、平成8年に60万人を超え、令和元年には70万人を超えた。2020年1月時点で、夜間人口は70万79人。内訳は、日本人が66万2973人、外国人は3万7054人であり、外国人は過去最高を記録し外国人の転入が、人口増の要因の一つになっている。 2005年のデータでは、夜間人口は65万3805人。区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は53万4942人で、昼は夜の0.818倍の人口になる。通勤者、通学者で見ると区内から区外へ出る通勤者、 通学者は198,502人、区外から区内へ入る通勤者、通学者は79,639人と、区内から区外へ出る通勤者、通学者の方が多いで、インド出身の男性が初当選した。火災臨海公園にしなぎサイド川区の面積は49.86キロ平方メートルで、23区内では4番目の広さである。 区民一人あたりの公園面積は23区内で1位である。区の西部は海抜0メートル地帯で最も低いところでは東京湾の満潮時の海面より2メートルほど低い場所もある。区の西部を流れる荒川は人工河川で治水目的で大正時代に建設された。正式名は荒川放水路である。区の東部は比較的海抜が高く、 新中川伊東かつ、京葉道路以北は、海抜1.5メートルから3メートルほどで、特に、小岩地域は、比較的古くからの陸地であり、海塚も見つかっている。区の東端には、江戸川が流れ、千葉県と接している。区の南部は、大半の地域を、埋め立て地が占め、埋め立て地の南部には、葛西臨海公園、葛西臨海水族園があり、南端で、東京湾に面している。 江戸川区のアメダス観測所は江戸川臨海である。23区内のアメダス観測所は江戸川臨海の他には東京、世田谷、練馬、羽田に設置されている。都心部と比べると海の影響でいくらかヒートアイランド現象の影響を受けづらい位置にある。江戸川区域に関する所見資料は奈良時代の詳僧院文書にある。 養老5年の下宇佐国葛鹿軍の戸籍に記された甲は里という地名である。これは現在の江戸川区小岩地区にあたるとされ、約50個ほどの距離であったとある。当時は川、沼、池の作創する広大な湿地帯で、現在の区北部以外はほとんど居住者のいない場所であったと考えられている。中世には鎌倉時代に入る頃、 下宇佐国の有力な豪族として、勢力を誇っていた千葉市の支配下として、国内の地区名がいくつか参見される。特に篠崎は、火災市の領する、火災三厨屋の中心地として栄えた。また今い長島は、太日川河口の港として賑わった。戦国時代後期には、相模国の戦国大名である古宝城氏が進出。江戸州と呼ばれる。 江戸城代東山市を中心とした、家臣団の支配下に入り、区内の一部が、大田市や富永市らの領地となっていた記録が残る。徳川家康が関東に国返されると、徳川市の領国となり、江戸幕府成立後は、江戸城から近いこともあって、現在の区域のほとんどは、幕府の直轄領となった。ただし、江戸の範囲には含まれていなかった。 堀江町の左近川川口付近には、江戸幕府の船で武行であった、向井正源、忠勝の屋敷、もしくは領地があったことに由来する、正源という地名が残っている。江戸期には、江戸への野菜供給を担った。江戸初期における、江戸川区内の国高は、約1万5千国ほどだった。その後、湿地帯や川口の中洲、砂地の埋め立てによる、神殿開発が進み、 文政年間には2万国を超えるまでに増加した。合わせて江戸期には漁業も盛んになったと伝わる。一方で一帯は水害の多発する低湿地帯で区域北部の小松川村は小松川栄川により東西に2分され水害の常習地であった。近代に至ると1911年から1930年に かけて、荒川放水路が造成されて水害は減った。一帯は、小松川境川浸水公園となっている。官営年間に、下宇佐国葛飾軍から武蔵区に葛飾軍となった。江戸川区では、小松川、春江町の一部を除いて、すべての区域住居表示に関する法律に基づく、住居表示が実施されている。なお、町名欄に印があるものについては、 その町区域の一部に住居表示未実施の区域があることを示す。江戸川区は足立ナンバーを割り当てられている。ダイヤと花の大観覧車火災臨海水族園東京スマイル農業共同組合館内区長選挙2019年4月21日最終投票率42.37%区内には複合施設である区民館が五箇所に設置されている。同時に 区民事務所でもあり、地域の区役所的な役割をしている。2013年の区割変更に伴い、上、一式三丁目は16区から17区に、2017年の区割変更に伴い、小上、一式一丁目二丁目、本一式一の三丁目、京宮町は16区から17区に移行した。青森大学東京キャンパス区立中学校の、 東海号区立小学校の東海号市立、東京消防庁、第七消防方面本部警視庁、東日本旅客鉄道東京地下鉄、東京都交通局形成電鉄地理的に見て、江戸川区は南北に長い区であるが、区を南北に貫く鉄道がない。そのため区内南北を公共交通機関で移動する場合、鉄道とバスを乗り継いだり、 一旦区外を経由したりしなければならない場合があり、公共交通機関の乗り継ぎによる時間的、経済的な負担が大きい。これは近隣の葛飾家や千葉県浦安市などと共通の課題となっている。それに対応して2007年4月から2008年3月まで1年間、関7通りにある区内各鉄道路線の駅を南北に結ぶ急行バス、シャトル7が、 試験運行された。運行区間は、亀有駅あるいは、小岩駅一の、A、駅火災駅、火災臨海公園駅東京ディズニーリゾートで、運行は、京成バスに委託されている。試験運行の結果が良好だったため、増便されて2008年度も運行が継続された。2009年度からは、通常路線として、試験運行から本格運行へ、昇格。 2010年と2011年のダイヤ改正で増便された。2018年に約7年ぶりとなるダイヤ改正が実施され、新小岩駅東北広場発着の特急バスも新設されて現在に至る。区内における南北交通を改善するべく、東京23区外縁部の館7通り沿いを環状に結ぶ鉄道の実現に向けた要望活動を行っているが、 実現には至っていない。都営バス形成館7シャトルバス高速道路、一般国道と同主な住宅団地。ありがとうございます。